国鉄ト55000経過車は、かつて日本国有鉄道に在籍した無害貨車である。1962年から1966年にかけて製造された18、15トン積みに軸無害車で、計3205両が、日立製作所、若松車用、何わ後期で製造された。全球トラ45000型に比べ、長さを66ミリメートル、 幅を8 9ト、mm、ル拡大するとともに、各部の軽量化により自長を0.2トン減少させたことにより、トラ4万5000型より1トンの増積を可能としており、区別のため補助符号を、巣を伏して、ストラと称する。経費的には、長さを減じて、溶積を増し、採石や石炭等、バラ積み貨物の場合の増積を可能としたトラ3万5000型を講師とする。 ことらの流れに属する形式である。また、国鉄の無害者として、初めて車体を床かいた、煽り度も含めて、全構成とした点でも特筆される。主要所言は、 全長 8076mm、車体長 7276mm、全幅 2835mm、床面積18.8平方メートル、四十43.3立方メートル、自長8.5トンである。走り装置は2段リンク式で、最高運転速度は時速 75km に対応する。軸距はトラ四万五千系のミリメートルから、 全然級の虎4万型と同じ4 3 0 0、mm、トルに戻されている。本形式は製造時期によって3種に区分される。その状況は次の通りである。無害者の主力車種として日本全国で運用されたが、1986年度で形式消滅となり、JR には一両も引き継がれていない。本形式は次の二両が生体保存されている。 ありがとうございます。